ピアノマンのほろ酔い雑談第7話の放送へようこそお越しいただきました。こんばんは、健次郎です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。第7話と申し上げました。途中からではございますが、和に変えていきたいと思います。ね、一人でおしゃべりしながら、進めていく番組ですしね、その方がいいかなと思いまして、そうさせていただきます。お酒をいただきながら、いろんなお話をしていくというこの番組ですが、まあ、やり始めたらなかなか難しい部分と、そしてとても楽しい部分と、いろんなことを学ばせていただいております。生きた証にもなるでしょうしね。さて、今夜ご用意したお酒は、ビールでございます。ビールといってもですね、私は基本的にビールは飲まないんですね。いわゆる発泡酒です。今日はですね、実は6月の収録日、17日、父の日ということで、僕もすっかり忘れてたんですけど、うちのチョケがですね、次男坊一番のチビがですね、はい言うて、ご飯の時に持ってきてくれたんです。いつも飲んでるのを知ってるんですね、これ。今日は、アサヒのスタイルフリー。これをいただきたいと思います。今日も一日ありがとうの思いを込めて、今夜も乾杯したいと思います。乾杯。なんかやっぱり一杯目はいいですよね。今日はね、その一番下のチビチョケチョケって言ってるんですけど、何を思ったか朝からローストビーフを作る言い出しまして、なんで突然でソースも作るって、それこそ YouTube でですね、いろいろ作り方を調べて、玉ねぎをこうすってね、でちょっともらってきたんですけど、撮影用に肉は硬かったんですけど、まあソース結構ちゃんとええ感じの味で火通ってるけど、ピンク色で、ちょっと後で抜いときますね、この辺に、この辺か後でちゃんと抜いときますけど、まあ父の日やからローストビーフ作る気になったんやろなと思ってたら、実はそれとこれとは全然関係なかったらしく、いや、たまたま見て作りたかったんやと。最近ローストビーフに凝ってるんですよ。美味しいのをね、いつも応援していただいてる、縁っていうね、お好みもんじゃのお店があるんですけど、はい、はい、はい、アイアイさん、まだダメです、まだダメなんですか、まだダメなんです、あまだダメってもう一回言ってどんな音源ですか。そこへ連れて行ってね、初めてうまいの食ったんですよ。そっからもうローストビーフ、ローストビーフってね、んで凝ってるんですよ。アリオとか行ってもローストビーフ丼のね店やって、アリオ行ったらもうローストビーフ丼なんですよ。でついに自分で作る言い出してね、まあまあそれええことやと思いますけど、娘ら冷たいもんですな、もう何にもないよ、もうそういうもんなんですってね、女の子って。今回はですね、私のこのいつも収録している仕事部屋兼プライベートルームですね、ほんまはそんな紹介したくないんですまあでも第1話に申し上げた通り、どこまでプライベートを限界まで晒せるかと
いうことだそうなので、まあ、機材とかお部屋の紹介とかね、そんなんをしていこうかなと思ったんです。普通の人とはちょっと違うものとか仕様やったりするので、そういうことをちょくちょく紹介していけば楽しんでもらえるのかなと思ったりね。私たち音楽家にとっては、まあ道具なんですけど、普段触れていない方々にしてみたら面白いこともいっぱいあるのかなと。まあ長男なんかはもうそこがメインやぐらいのこと言えるんですけど、どうなんでしょうね。でまずはまあ多岐にわたるというか時間かかっちゃうので、私の動画にはいつもドーンと鎮座しております、このデジタルピアノのご紹介をしていこうかなと思います。これ実はすごく古いんですよ。で過去にもう2回ほど修理というかオーバーホール的なことをしてもらってるぐらい長らく使ってるんです。でまあ一番のポイントはこのピアノタッチの鍵盤ですよね。ヤマハの P200 というデジタルピアノです。シンプルではあるんですが、必要不可欠な機能をかゆいところに手が届く形で盛り込んでいるというところが非常にポイントが高いというね。具体的にちょっとご説明していきたいと思います。お気に入りのポイントがですね、いくつかありまして、まずスピーカーがついているということ、それからこのエリアですね、ここのエリアがすごく広いという、物が置けるということですね。譜面もこのまま置けます。でパソコンもこうやって一番15インチのパソコンですけど、そのまま置けます。まあ要はテーブル代わりになるということですね。それからそれ以外にも作業的に非常に優れているというかお気に入りのポイントがありまして、実際にちょっとここ操作しながら見てみましょう。まず音色は至ってシンプルで、ピアノを中心に、こうピアノの音ですね、何種類かで、デジタルピアノの音何種類かですね、それからバイブス、オルガン、ストリングスと、これ最低限の音しかないんですけども、マスターキーボードという意味で非常に優れている箇所が最低限の機能なんですけども、非常に使いやすくて融通の効く機能が備わっております。この鍵盤だけでスピーカーからもちろん音は出ます。もう真っ暗な状態でこのライト一発ついてる状態でちょっと練習したり、音を探ってみたりとかアイデアを探ってみたりとか、そういうことももちろんできますし、それ以外にMIDI というのがありまして、このボタンですね。で MIDI っていうのはちょっとまあ細かくいろんな話をするとね、難しい話になるなりますので割愛しますが、ケーブル一本でですね、信号やり取りしてこの外部のデジタル音源を操ることができるんですね。で例えばこのピアノの音にストリングスやパッドやシンセサイザーの音を、外で重ねると、ミキサー経由で重ねるというようなことができます。でその場合はこの MIDI っていうボタンを押すと、設定さえしていればピアノが鳴っていて、MIDI を押すとそれに重ねられるということが、可能です。シンプルですけども、そこそこかゆいところに手が届くというような機能が備わっております。特に僕は素晴らしいなと思うのはこのエディットボタンですね。エディットボタンを押してキーボードセンス MIDI っていうのが書いてありますね。キーボードセンス MIDI、 これはですね、この実際に弾いた鍵盤のセンシティビティですね、強弱の加減を
いろいろ変えれるんですね。例えば MIDI で外部につながった音源でですね、音源は外部のものを鳴らしたいという時に、この今ノーマルってなってますけども、このノーマルっていうのをですね、ソフト1、ソフト2、ソフト3、ハード1、ハード2、ハード3、フィックスと。フィックスというのは完全に強弱がない状態ですね。で、これだけの6段階、7段階の設定を調整することができるんですね。私の動画でもちょくちょく登場しますが、ピアノの音源にパッドがかぶさってるとか、こちらの音源を使わずに外部の音源を鳴らすとか、そういう時にですね、やはりメーカーが違うとか、シンサイザーで鳴らすとか、それからパソコンの中の音源を鳴らすとかっていう時に、やはり単独に調整された専用のデジタルピアノというのとはちょっと一味も二味も、感触が違ってくるわけですね。その辺の要はキーボードセンシティビティをマスターキーボード側で調節できるというようなことが可能です。特にこの機能は非常にシンプルなのに、かゆいところに手が届いてるなというような、機能です。はい、このようにですね、シンプルなデジタルピアノの機能というものをきっちり備えつつですね、マスターキーボードとしてもかゆいところに手が届くというか、使えるというところが私のポイントでございました。今日最後にお送りする曲は、このキーボードでピアノの音源を外部で鳴らし、それにパッドの音をこう織り交ぜて演奏した曲がありますので、それをお送りしたいと思います。ビリー・ジョエル・マラソンよりお送りしましょう。ビリー・ジョエル・ストームフロントというアルバムの中から And So It Goes。But if my silence